どうも、いつも YouTube ご覧くださってありがとうございます。釣り動画を配信している黒メガネです。まあ普段サーフゲームをメインに魚釣りをしております。で、いつも使ってるのがお気に入りのルアーがこちら、メジャークラフトさんの、ジグパラサーフっていうやつですね。まあただ巻きで使うことが多いかな。でもストップアンドゴー巻いてフォールさせて、この食わす隙を与える、でこう巻いて落として巻いて落としてっていうのをまあやるんですけど、まあその巻いて落として巻いて落としてドスーンドスーンってこう落ちるわけですね。こうこう、そうするとまあどんなに塗装が強くてもですね、こうだんだん剥げてくると。でまあこうちょっと色塗ってるんですけど、あの村田はじめさんがルアーの塗装が剥げたらマッキーで塗ればいいって言うんでマッキーで塗ってごまかして使ってたんですけど、やっぱこうマッキーもね、やっぱこう剥げますよね。でマッキーで塗っても多少ごまかせるけど、このフラッシングはないから。あーでもまだ若干残ってんな、フラッシングね。うん、皆さんどうしてます？ルアーのコーティングが剥げないように、なんていうんですか、セルロース、なんかそのコーティング剤ドブ漬けみたいなことをする人いると思うんです。多分ね、まあこれは好みというか考え方によるんでしょうけど、多分そのコーティングすると塗装は剥げにくくなるかもしれないけど、フラッシング効果が多分鈍くなると思うんですよね。これは私の知人も言ってました。あのプロの、そう、雑誌とか出るようなプロの魚釣りの人と一緒に魚釣りをする人がいるんですよ、私の知人で。その人言ってました、あのコーティングするとフラッシング効果が落ちるよって。だからルアーは消耗品だともう割り切って、そういうのはやらない方がいいよと。その方がフラッシング効果が高いからアピール力高いよと言ってました。まあその人は自営業者の人なんで、まあ、お金持ちなんで、まあルアーなんかね、みんなゴミみたいな値段だと思うんですけど、でもやっぱり我々一本人からするとね、まあこれもまあ大体メタルジグ1個1000円、1000円とかスピンビームとあたりだと1500円とかしますよね。だからちょっと塗装が剥げた、そこで捨てちゃうっていうのはもったいないということで、まあ私なりのリメイクっていうのを皆さん今日ね、お伝えしようっていうか、別にみんなやってると思うけどね、別に俺が発明したわけじゃないけど、まあ YouTube とか他の人のブログとかそういうのであるのは、ダイソーに売ってるホログラムシール、ホログラムっていうのはこういうキラキラしたね、こういうキラキラした模様、ホログラムシールをベターっと貼る、ベターっと貼って、でそのセルロースにドブ付け、セルロースドブ付けしないとシールが剥がれやすい、剥がれちゃう、すぐ剥がれちゃうんですね、うん、だからその液体でドバッとコーティングすることによってシールを剥がれにくくする。ただなんかそのセルロース、そのドブ付け液もうなんか管理が難しいらしくて、もうすぐなんか硬化しちゃって、なんかね、なんかめんどくさいみたいな。だから私簡単なやつ教えますよ。塗装が剥げたメタルジグの簡単なリメイク、再利用ね、私教えます。それはこちら、じゃじゃーん、タコベイト。
コベイトでございます。はい、まあ、実際つけてみました。タコベイトこちらです。これも塗装が剥げて、あの 金色のペンでボディ塗ってごまかしてんだけど、まあ、まだ使ったことないよ。実際まだ使ったことないよ。だけど今度釣り行った時使ってみようと思う。はい、タコベイトって皆さんご存知ですかね。タコベイトを開発したのは漁師さんなんです。漁師さん、魚を捕まえるプロが考案したのがこのタコベイトなんです。でこのタコベイトの何がいいかっていうとですね、このヒラヒラがあるでしょ、なんていうのこれ、スカートっていうの、いや、このヒラヒラがあるでしょ、これが微波動を生むんです。微波動、波動っていうとですね、あれを思い浮かぶと思うんですね。鉄板バイブを思い浮かべると思うんですけど、鉄板バイブは強波動、このタコベイトっていうのは微波動なんですね。波動は波動でもちょっとこう違うんですよ。はい、塗装が剥げてるメタルジグ、まあ、塗装が剥げたっていうことはもうフラッシング効果は期待しません。じゃあこのタコベイトをつけて何を期待するかっていうとですね、まず、はい、ボディのシルエットが倍になるわけですね。これシルエットが倍になる。メタルジグのいいところ、飛距離が出る、遠くへ飛ぶ、その反面デメリット、ボディが小さいからアピール力に欠ける。そのアピール力に欠けるっていうデメリットを克服できるんですね。倍あるから、大きさが、シルエットが倍あるから。で、ビーハード、ビーハード、ルアーのカラー、ナチュラル系がいいとか派手めがいいとか言いますよね。それからまあその時の魚の気分によってルアー、小さい方が食いつく、大きい方が食いつくとかね。あとは激しめのアクションがいい日もあるし、おとなしめのアクションがいいとか言いますよね。あの堀田光也さんプロデュースのネッサっていうブランド、基本的にはルアーのアクションは激しいんですね。スピンビームにしろ、スピンドリフトにしろ、ヒラメミノスリーにしろね、アクションでかいんですよ。でもスピンブリーズはおとなしいんですよね。スピンブリーズは弱ったイワシを演出してる。そのシャローにこうなんかね、逃げ込んできた弱いイワシを演出してるらしいんですけど、だからその魚に訴えかけるアクション演出っていうのはまあいろいろあるわけですよ。色だね、色の派手、地味なナチュラルとか、動きが派手、おとなしいとか、まあそれと一緒で、鉄板バイブみたいに激しい強波動がいい時もあるし、逆にこういうタコベイトみたいな微波動に反応する時もある、うん、だからいいんじゃないかな。ちょっと釣れそうな感じしないね。多分まあ空気抵抗あるよ、多分キャストした時に空気抵抗あるから飛距離は落ちるでしょうけど、でもまあまあそこそこ飛ぶんじゃないかなと思いますね。というわけで、まあ、今度釣り行った時ちょっとこれ使いたいな、リメイクメタルジグ。はい、というわけで、まあ、私のルアーの仲間入りですね、塗装ボロボロのタコベイトメタルジグ、ちょっと今日ねご紹介させていただきました。あとですね、ちょっとごめん、ちょっと一つ言わせて。なんかインターネットでさ、
2チャンネルみたいなやつ、なんか爆祭っていうところに、なんか俺のスレッドが立ってるらしいじゃん。なんか黒メガネって魚釣りどうなのみたいなさ、なんそういう、なんなのあれ、なんなの、なんかちょっとなんかスレッドが立ってるみたい。それから私のこのチャンネルね、コメントは承認制になってます。であんまりね、その批判的なコメントは載せないし、しつこくコメントしてる人はもうNG にしてます。コメントがもう一切私のところに表示されないようにもうセットしてます。だからあんまりね、批判的なコメントはね、ちょっとやめていただきたい。楽しくみんなで見ていただきたいっていうのと、ちょこちょこね、なんかコメントチェックしてるとあるんだけど、お前大して魚釣り上手くないくせになんか偉そうなこと言うなよみたいなね、コメントあるんですけど、俺魚釣りうまいなんて一言も言ってないからね。ねえ、魚釣りうまいなんて一言も言って、俺はだ言ってるじゃん、俺キャスト下手くそだよって言ってるじゃん。ね、ヒラメ釣りを始めました。2年間全然釣れませんでした。3年目から釣るようになりました。多分ヒラメ釣りっていうのはいろんな知識をこうかき集めてもなかなか、なんていうの、このネットとかさ、そういうの見てもなかなか、人から話聞いてもなかなか理解できないし、なかなか釣れないわけよ。だからそういう今伸び悩んだサーフ始めましたみたいな人が一日でも早くヒラメ釣れるようになったらいいなと思って、このチャンネルをね、オープンしたわけですよ。別に俺魚釣りうまいなんて一言も言ってないからね。そもそもうまい人来ないから、ここによそ行って、魚釣りうまいな、魚釣りうまいのを見たかったら島の TV とかさ、そっち見に行って。そんな俺魚釣りうまいなんて一言も言ってないからね。なんかその目の敵みたいにさするからさ、やめてください。楽しくやろうぜ、楽しくやろうぜね。というわけで、以上黒メガネでした。そうですね、まあ土日ちょっと晴れるのかな、次は。まあその時はちょっとやりますかね、また行けたら。あ、そう、それとね、この日は絶対ヒラメとかマゴチ釣れないだろうな、海濁ってるもんな、ゴミが浮いてるもんなって分かってても釣りしてる時あるからね俺。だって釣りその時期、何そのいい時、海の状況がいい時だけ動画上げてたら、こう頻度が少なくなっちゃうんだから。頻度少なくなるとさ、みんな嫌でしょ、チャンネル登録者も減っちゃうしさ。だから釣れなくてもサーフシーンを見せたいなとかさ、みんなを楽しませようと思って言ってるわけね。本当にじゃあお前釣れる動画上げろよ、釣れない動画上げんなよって言ったらさ、本当頻度少なくなるからね俺ね。そんなサーフなんて、そんなバンバン釣れるわけじゃないんだからね。ちょっともう、はい、なんかそんな、なんか嫌なね、嫌な情報が入ってきてるんでね、ちょっと一言言わせていただきました。はい、ということで以上黒メガネでしたね。このタコベイト近日デビューします。よろしくお願いします。じゃあね、バイバー。グッドボタンとチャンネル登録、それからベルボタンよろしくね。